斉藤博之は、日本の会示実業家。東京基線株式会社代表取締役社長。東京都出身。1985年、一橋大学経済学部卒業、日本工業銀行入校。1991年から、カリフォルニア大学ロサンゼルス校、経営大学院博士課程に留学。1995年、東京基線取締役。 1997年、東京汽船取締役事業企画部長。2001年東京汽船専務取締役総務部、及び事業企画部官省2003年東京汽船代表取締役専務、取締役総務部及び事業企画部官省2009年から東京汽船代表取締役社長。横須賀商工会議所運輸公安部会副部会長。 東京湾海南防止協会理事、横浜日米協会理事、日本港湾タグ事業協会理事等を兼務。2018年には、千葉県立山市沖で炎上した石油タンカーを救助したとして、海上保安庁、第三管区海上保安本部から感謝状を受けた。代表取締役の役職変更に関する、お知らせ東京期戦平成21年5月19日 平成31年3月期遊火証券報告書、本決算東京規制役員、議員のご紹介横須賀商工会議所役員名簿、会員名簿東京港湾海難防止協会、横浜日米協会とは、横浜日米協会、組織概要日本港湾タグ事業協会、タンカー救助の事業者に感謝状、第三管区海上法案本部神奈川新聞2019年4月2日、 ありがとうございます。